若い世代を中心に薬物の乱用防止を呼びかける街頭啓発が今日、高校生も参加して和歌山市で行われました。街頭啓発は県警本部と和歌山市内の3つの警察署の警察官をはじめ、市内の高校生を含むおよそ70人で行われ、JR 和歌山駅を利用する人たちにポケットティッシュを配って禁止薬物の撲滅と乱用防止を呼びかけました。薬物使用は全国的に低年齢化が指摘されていて、県警少年課によりますと、県内で去年1年間に薬物関連で検挙された20歳未満の少年は22人、おととしから2年連続で20人を超えています。このうちのほとんどが大麻の所持による検挙で、令和2年以降、2桁の検挙者数が続いています。今年は4月末時点で8人が検挙されていて、大麻は体への影響がないといった誤った情報をもとに、安易にインターネットを介して入手するケースが多いとみられています。県警では、薬物の購入を煽る SNS などへの書き込みも麻薬特例法に触れるとして注意を呼びかけています。